突然ですが、今回はエンド攻略に向けてスマズラ要塞探索編です。すでに先が思いやられるありさまだな。いやー、二頭の馬が点を仰ぎ始めた時はどうなるかと思いましたが元に戻ってよかったです。あ、話を戻しますとそろそろスマズラコラボも一区切り、ならばもちろんエンドは攻略、ということで要塞探します。よーし、今度こそ要塞見つけますよ。そうだね、もうあんなことないはずだよ。何せすでに一度要塞を探しているが見つけられなかったからな。あれは地獄でした。エンダー愛投げた先を探しまくっても見つかりませんでしたもん。その後セブンさんに確認していただいたところ要塞そのものがバグで存在していなかったことが判明したんですよね。ですので今回こそ見つけ出しますよ。そして次回のスマズラデイが攻略です。ではでは進展があるまで早速カットです。スマズラ。あれから15分ぐらい経過したでしょうか。おや？今何かチラッと見えたね。なんだろう。どれどれ。あ、これ確かピリジャーの基地ですね。見かけたことはありますが入ったことはありませんので何があるかは知りません。でもピリジャーの基地ってことはピリジャーがいっぱいいるんじゃ。ですが基地自体はそこまで規模が大きいわけでもありませんし。で、いきなり来た。しかも攻撃が馬に当たるのまずいですって。ここは一旦引きましょう。さて、ここまで来れば大丈夫でしょうか。いや、めっちゃ来てるじゃないですか。やばいよ、これはピンチだよ。そうですね。ジャンプメンちゃんと機械や装備がガチガチに着込んでいなければピンチでしたね。エンド攻略用の装備がもたらした蹂躙。しかもほとんどの敵が外に出てきたため簡単に占領できちゃいました。それに今ので再確認したのですがダイヤ装備にエンチャントまでつけるとやはり強力ですね。これならエンドに行ってもきっと大丈夫だね。まあその前に要塞を探してエンドポータルを確保しなければなりませんがね。気に合ったチェストも微妙でしたし要塞探し再開ですね。あれって村ですよね。そうだね、見た感じ結構広そうだよ。ではこの辺りでエンダー投げてみましょう。あ、上のバーだったり笛の音だったりがあると思いますがこの村が襲撃を受けているだけですのでお気になさらず。すぐそばで行われている一大悪事に対してあまりにも無関心。あれ、エンダー愛を頼りに進んできた方向と役の方向に飛びましたね。ってことは、はい、なんと驚くことにこの村の地下に要塞があるみたいですよ。おーやったね、これでエンドに行けるようになるはずだよ。そうですね。ところで一つ気になってることがありまして、この村は今襲撃イベントによってピリジャーたちに襲われているはずなのですが全く敵の姿が見当たらないんですよね。敵がいないのはいいことだけど確かに変だね。一体なぜ？あっつつーさん。セルさん、こっち。なんでしょう、何か見つけたのですか？え？あれって、不幸にも村の柵の中でまとめてスポーンしてしまったようだな。頭痛さんお願いします。スマズラ、この先にありました。この内装は間違いなく要塞、ついにたどり着きましたよ。見つかって本当に良かったよ。じゃあ早速探索開始だよ。そういうことなんですね。まずはこの螺旋階段の先をしっかりと進んで。あら、まさかの行き止まりだよ。だったら別の道ですよ。この先行ってみましょう。さあ皆さん気をつけてくださいね。どんな危険が待っているかわかりませんから。あれ？え？また行き止まり。他に道ってあったっけ？なかったと思いますが。あ、きっとこの上にあるんですよ。ここをちょこっと掘ってやればきっと。まさか、この要塞これで終わり？そんな、小さすぎるよ。それにポータルもまだ見つかってないよ。中にはエンドポータルが生成されない要塞もあると聞くがこれは。やめて、そんなもうすでに一度失敗してるのに立て続けになんてあるわけないでしょう。すぐ近くに別の空間があるんですよ。エンダー愛投げて突撃しますよ。それ、この下ですね。どこにも、何も、ないのですが。これってつまりマリサが言ってた通りの。いや、まだ認めませんよ。きっとエンダー愛が一時的に誤作動を起こしていたんですよ。ですので4人全員で投げてみましょう。そうすれば真の要塞を指し示してくれるはずです。もう何も言うまい。自分の目で確かめることだな。大丈夫。大丈夫なはず。行きます。あ。できることなら自力で探したかったのですが、ご容赦くださいますようお願い申し上げます。ということで次回スマズラはエンドで大決戦、乞うご期待。この流れで期待を煽るな。